今回の学びたいは、埼玉中学生が自分たちの将来を考えます。ねえ博士、中学生にとってこれからの進路を考えることは大切だよね。そうじゃよ、進学や就職などいろんな選択肢があるの。自分に合った進路を考えるのは難しいな。西都市内の中学生たちはどうかな。そこで今回の学びはこちら。中学生が西都の魅力を発見、キャリア未来ゼミ。それでは古田隊員。はい、古田です。西都市にやってきました。これから西都市の中学生たちが自分たちの将来を考えるキャリア未来ゼミが開催されます。一体どんな学びがあるのでしょうか。早速調査したいと思います。会場を覗いてみましょう。たくさんの中学生が集まっています。その数およそ250人。西都市内にあるすべての中学校6校の1年生が大集合しました。新垣さん、こちらのキャリア未来ゼミとは一体どのような取り組みなんでしょうか。はい、この取り組みは西都学の一環として、西都市内の中学1年生を一堂に集めて、西都で働く方々に働く意義、それから魅力を伝えてもらい、そしてその前段階である高校での学びのあり方について高校生から聞くという機会を通して、もう今の自分を知り、将来の生き方について考えるきっかけとなる取り組みとなっております。キャリア未来ゼミ第1部はハイスクールクエストです。西都市にある唯一の高校である妻高校の校長先生と3人の代表生徒が、高校での学校生活がどのようなものかを中学生に教えます。中学までよりも行動範囲が広がり、自由度が高くなりますが、その分自己管理が必要です。目標を持つことで充実した高校生活を送ることができると思います。大きな壁に立った時の解決方法を教えてください。私も親とか友達に話してアドバイスとかをもらって、そこから突破する方法を自分で考えます。まずは高校生活の不安を解消。第2部はマイタウンクエストです。江戸時代に大灌漑事業を成し遂げた西都の偉人児玉久右衛門や、日向神話に登場するこの花咲くや姫の物語を通して、西都の歴史を学びます。西都の貴重な歴史も学習。キャリア未来ゼミ後半は学びの舞台を移します。妻中学校にやってきました。第3部はワーキングクエスト、郷土での暮らし、働く魅力について追求します。ワーキングクエストでは、西都市で働く様々な職業の大人が講師となって、仕事の内容や地元で働くことのやりがいなどを中学生に教えます。会場内には移住ブースが設置され、中学生は自分が興味のある職業のブースを選んで3交代で学びます。農業っていうのはやっぱやりがい、自分たちがこうピーマン、こう作物に愛情を注げば注ぐほど返ってくるというか、やっぱ食べていかないと人間のように生きていけないので、それを自分たちが作ってるっていうのはやっぱ誇りっていうかね。逆に外に行ったら田舎がどんなに素晴らしいかということに気づいたわけ。じゃあさ、田舎に住んで東京とかに向かって仕事をしたらどう？今は存分できるよね。どのブースも中学生たちはメモを取って真剣に話を聞いています。その畜産にするにはおじさん一人では何もできません。子牛を育ててくれる繁殖農家さんがいてくれること、お肉の担当の人がこうやって切ってお客様に提供してくれるから販売ができるんです。いろんな人の支えがあって仕事ができています。人とのつながり、関係を大事にしていくことが仕事をしていく上で大事です。遊びを通して、いろんなことを経験していく子どもたち、その根っこ作りっていうのをね、しているのが幼稚園と。見守りながら経験して学ばせてあげるっていうのは
大事なことだなって自分らしくちょっと生きていってほしいなっていうふうに思っています。あと一緒にこの地域を盛り上げていけたらなっていうふうにも思ってます。キャリア未来ゼミ、今回の学習をみんなで振り返り終了です。苦しいこともあるけど自分の好きなことだから頑張れるっていうのがいいなと思いました。将来の夢は野球に関係する仕事について、野球をしている人に笑顔になってもらいたいです。高校に入るまでの心構えが大切なことを学べたので、とてもいい機会でした。誠実になんか物事を取り組んでいきたいなって思いました。進路に向けての目標とかが決まったので良かったです。みんなを幸せにできる人になりたいです。西都市内6つの中学校の生徒たち、皆さんふるさとの魅力を発見できたようです。みんなで西都市を盛り上げるぞ。おー、西都市での学習と暮らし、とても魅力があるの。そうですよね。高校生や大人たちの具体的なお話は進路実現へ勉強になったようですね。みんなで西都を盛り上げてくださいね。そうだね。続いては読書の魅力をご紹介、私の本のコーナーです。私の本、今回は宮崎大宮高校の伊藤明人さんにお聞きします。私の本は伊藤潤さんが書いた戦国方丈記です。この本の魅力は歴史の考察本として、また歴史物語としての両方の側面を持ち、ストーリーを楽しみながらその時代を理解できるという点がいいと思います。この本の最初の主役である北条早雲、本来は伊勢森時と言われる人物ですが、この人物に関する謎はとても多く、出生年ですら曖昧なのですが、この本での考察はかなり整合性が取れていて、納得できる考察がされており、関東での一挙一動が遠く都の将軍たちと連動していたと考えると、とてもワクワクしてくるのです。そのようにこの時代の流れをつかみつつ、歴史の面白さを楽しむことができるのが魅力だと思います。高校に入って多くのことを勉強したので、新しく知った物語などもたくさんありますが、あくまで知っているのは概要だけ。だから僕はその原本をたくさん見たいと思っています。僕も物語を楽しみながら歴史を勉強するぞ。そうだね。続いてはこちら。宮崎県立美術館では3月12日まで、子ども美術教室名画探偵団2を開催しています。名画探偵団は作品に隠された謎を解きながら美術館のコレクション展を鑑賞できる教室です。展示室入り口で配布している探偵手帳を手に入れたら名画探偵団の仲間入り。クイズに挑戦したり、作品にまつわるエピソードを読みながら作品鑑賞をお楽しみください。参加された皆さんには探偵団ワッペンをプレゼント。詳しくは県立美術館のホームページや Facebook、Instagram をご覧ください。県立美術館名画探偵団のお知らせでした。それではプレゼントコーナーです。今月は都城農業高校の皆さんが作ったいちごジャムと日向夏ママレードをセットで5名様にプレゼント。 MRT アプリからの応募が便利です。今月のキーワードと番組の感想を書いてご覧の宛先までご応募ください。今月のキーワードは卒業制作じゃ。そして学びたい番組のおさらいは県動画ポータルサイト砂みきチャンネルを見てね。それでは学びたい、また来週です。さようなら。